あ、坂又がね、そう、泊まる系じゃないですけど、なんか坂又がなんでロボコ先輩ん家に行ったかというと、なんかホテルを取ってなかったみたいな、泊まり宿泊先がまだ決まってないみたいなことを言い出して、なんかそれで今からホテル取れるんかみたいな感じになったら、ロボコ先輩がうちに来るって言ってくれたらしいですよ。そんなことあるんですね。まあ当日でも取れなくはないと思うけどね、ホテルもね。多分。まあでもうちだったら前日までには取っとくかな。うちは結構ホテルのさ、あのビジネスホテルとか調べて取るの大好きだから。ああ、ゴールデンウィーク中か。それはきついかもしれないな。うちは、手配するのが好きなんですよ。コスパを考えて、値段と釣り合いの取れる、なんか、できれば朝食付きとかにして、で場所とかも考慮して好きなんですよ。手配するの、旅行とかもね、手配するのすごい好きで、これさ、人によってはなんか手配とかするの逆に嫌いな人とかもいるというか、苦手な人とかもいて、あ、うちはなんでそれが好きなんだろうね。調べるのが好きなのかもしれない。めちゃくちゃ調べるし、なんかそういうのをね、見るのが好きなんだよね、選ぶのが。いや、嫌いな人いるよね。嫌いとかめんどくさいなって人。旅行とかも企画してくれたら嬉しいなみたいな人やっぱいるからさ。うちのは少数派なのかもしれない、なんかそういうのが好きな人って。うちは一番調べたりコスパを考えたりとか、当日の流れを考えてここの場所にしようとか、地図調べてみたいな候補がこことこことここだったら、行きたい場所がここだからこっちの方が近いとか、なんかそういうのを調べたりするのめっちゃ好きで、じゃあ友達と旅行行こうよみたいな話になったりとかね、した時に誰が手配するみたいな形になってたら、もううち挙手するもん。うちが手配したい。むしろ誰かがいやいややって適当なところ選ぶんだったら、うちがリサーチしまくってがっちり固めたプランで行きたいって思っちゃう。ただの趣味ですね、もうこれは。みんな大変だよね、忙しそうだし、うちがやるよとかじゃなくて、いや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 、うちにやらせてください、間違いないんでみたいな。自信かっこ自信。いや、自分でいろいろ把握してたいのよね。こういう理由でここ選んだみたいなのを説明できるような、まあ、たまになんか外す部分もあるんだけど、それを補える、なんかこういいところをね、作れるみたいなね。なんか現地に着いたら、うちが一番先頭を歩いて、はいはい、こちらです、こちらでまずバスに乗りますみたいなことを、うちはよくしてます。はい、ガイドさんなのかな。まあでもうちもね、知らん場所だったりとかするけど、でも自分で立てたプランはわかるのでね、行動はね、しっかりと把握できますから。いや、全然さ、うちと同じぐらいしっかり調べたりとかしてる人とか、なんかこう旅行が好きでなんかいいところ知ってる人とかだったら全然お任せしたいんだけど、みんながいやいややるぐらいだったらもううちに任せてほしい。まあでもだからうちが主催で旅行行こうって声かけることはうちは多いかな。自分でやっぱり選んだりできないと誘いづらいもんね、みんな。いや、まあでも一応どこに行きたいかは聞くよ。何がやりたいかとか、例えばだけど、じゃあ北海道みんなで行こっかってなったら、北海道で食べたいものとか行きたい場所あったら言っといてねみたいなことは聞くけど、楽しいんだよな。なんでなんだろう。なんでなんだろう。こればっかりは性格だな。